皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2023年12月の24日、17時42分、まあ休みの日まで一体何してるんだろうっていうことになるんですけども、まあ我が天下と、我が天下戦国府部のプレイヤーや、まあ別校の皆さんへのメッセージ、まあ一般人の方も聞いておいていただいたらいいなと思うんですけども、まあ基本的にはあとは五系の革命のブラネコさん、まあもともとその人と僕は我が天下というゲームで、まあ最初の方のところからまあコンビ組んだりしてたんですけども、まあそれから戦国府部の方へ行かれた方だと思うんですけども、ゲームメーカー関係の人なんじゃないかな、そういう話をしたんじゃないかなとも思うんですけども、やっぱりねこれ何か経過したら友人チャットのところでも記憶は曖昧になってくるんですよね。やっぱり文章流れていくんで、だからまあ正直よくわからないという結論になるんですが、その人のことはね。ただ今から言うことはすごく全員にとってものすごく重要なことなので、さすがにもうエネルギーの残存量問題はもう分かっていただけたでしょう。ほとんどの人も見てるでしょう。これ見るぐらいの人だったら36番ホームページ淡井圭介の履歴の、僕は20歳ぐらいの頃、要するに1998年頃、それぐらいの頃に、石油の採掘可能埋蔵量が69年分で、2011年のデータで、59年分、2022年のデータで54年分、それは2021年から、2022年の間に先進諸国の多くの国で自然再生可能エネルギーを、全電力のまあ 10% ほどかそれ以上、上乗せしてきました。でそれは売電が可能になったりだとか、まあ、そういうふうなところが大きな普及いやその自然再生可能エネルギーに対する本気の取り組み、これはまずいぞということで、そうなってるんですが、今から人口の話先にしますね。まあテレビを通してまあ報道関係とかなんですけども、基本的にまあ報道ステーションニュースウォッチ9や、ワールドビジネスサテライトは出演者の人が番組中に急に違う人と話をしている、目の前にいる人と、あれは僕と会話をしています。これは総理に許可をもらってそうしています。で、一応その政党交付金っていうものがあるんですけども、法律でね、ちゃんと元々1杯250円かける人口っていう形で元々作られたものなんですよ、政党交付金で。昭和の終わりぐらいの頃だったと思いますね。それぐらいの頃ですね。昔だからお金集めのために政治をするのにもお金がかかるということで、その田中角栄という僕は生まれてくる前の総理の人だったんですけど、まあ捕まったりとか、ボーイング社から、賄賂ということで。だからそういうふうなところで、当時コーヒー一杯安いところで、まあ、250円ぐらいだったからかける人口という形だったんですけども、実際その当時からある程度分かってたんですよ。むしろその時代の頃の人の方が分かってた。人口1億2000万人いないって。これはその受け答えの方でね、国会議員の人がね言ってるんですけども、これ淡井圭介ですけども、調査今してますけども、これ多分6000万人いないですよと。日本人。その可能性も十二分にあり得ますと。で、まあ他の人、まあ人によってこれ意見は違うんですけども、まあその人は、それだったら僕らが悪いっていうことになるんですけども、まあもともと6000万人ぐらいで線引きしていたみたいですね、政党交付金。いや、だから横領になっちゃうでしょ。本当はいないって分かっていて、そんだけもらってたら。いろんな法律見ていって、でもらったら分かると思うんですけども、例えば国会議員の人たちとかは、JR に関して無料で乗れたりだとか、なんかまあそういうふうなものがあって、だから政党交付金イコールその総理の給料とか副大臣や大臣とか、まあ、政務官とか、まあ、都道府県知事とかももしかしたらそうなるのかもしれないですね、に回ってる。だからその基本給がああいうふうな形でね、例えば総理だったら年収例えば、まあ4000万ぐらいであると。で総理は3割返納なんですよ。
大臣、副大臣は2割返納。で、政務官は1割返納らしいです。で、だから、地方交付税法とか、そういったものも、人口統計が変わってきた。もう安倍政権の頃に世界中で、海外へ移住された人たちとも、その、死亡届っていうのを回収していて、二重国籍になってしまってるんですよ。昔はあの、海外のところの、呼びかけを政府が行って、いろんな人たちを海外送りにしてたんですよ。ブラジルだとか。知ってるでしょ、皆さん。まあ、例えば、格闘技界とかで、ブラジリアン柔術があって、昔、前田という人がブラジルに渡ってとか、それで柔道を教えてと。で、そこから発展したものでとか、なんかそういう話、まあ、漫画とかで、聞いたことあると思うんですよ。僕らの年代だったら。で、まあ、チリとかもそうですし、インドネシア、フィリピン、朝鮮半島はもちろんそうですし、台湾ももともと一体化していた。中国にも、残留孤児があった。まあ、ソビエト連邦、まあ、その当時はロシアかな。まあ、もともとけど1900年の頃にソビエト連邦のあの範囲内でロシアという一つの国だったんですよ。で、そこで一回瓦解して、で、もう一回ソ連っていうものを作ってるんですよ。だけども、もともとあれぐらいの、時期の頃って、まあ、ラジオや、テレビは、ごく一部の富裕層が主流になってくるかと思うんですけども、白黒のね。じゃあ、言語はうまく伝えることができない。今でもできてない。テレビに関して。造語は出てくる。他国の人お手上げ。で、そんな状態ね、例えばソビエト連邦だったら、いろんな言語の人たちが集まって会議まとまるかって無理なんですよ、結局。法律のことまで言い始めたら。法律だって僕たち、こんがらがることあるじゃないですか。だから、いや、矛盾する法律がいっぱいあるから、で、行政が作ってきてるその書類を見たときに、どう解釈するかの部分とかもあるから、だから、どうしても矛盾が発生する。で、地方交付税法という法律があって、人口等にもよって地方に回ってくるお金の量が変わってくるんですよ。だから、海外からの死亡届がたくさん回ってきたときに、その地方に回ってくるお金は少なくなる。これでいいんです。で、車が走り回りすぎたんですよ。たくさん販売されすぎた。世界中でね。だから、今から10年以上前の、その、アフリカの、ケニアのマサイ族の人たち、ああいうふうな衣装を着たりして、テレビのバラエティ番組とかでたまに映像出てきますけども、観光客用で、ジャンプしたりしてるでしょ？槍みたいなの持って。まあ、そういうの見て一体何が面白いのか僕もよくわかんないんですけども、本当に見に来る人それ来るのかなって、本当のところどうなんですの話なんですけども、方で言うとね、その人たちも仕事終わったらね、その民族衣装脱いで、シャツ着て、ズボン履いてって、で、出てきたのはスマートフォンで、あーって、僕その頃、ガラパゴス携帯、向こうの方が先行ってるわ。テレビ局って昔の映像を出してくるけど、ってなって。オートバイとか平気に乗ってるって。まずまず、これ、日本、阪神・淡路大震災の神戸市兵庫区。人口密集地帯なんですけども、もともと一軒家で駐車場の家なんか、ある家なんかほとんどなかったんです。まずありません。9割以上。だって、電車バス徒歩でどこでも行けるんですから、大抵のところ。駅近い。ちょっと歩いたら、大抵のところ行ける。けど、車の販売の加速によって、ついに駐車場、月の家とかが、阪神淡路大震災の後ですよ。でき始めたりとかして、結局何してたかって言ったら、正社員雇用とか人材派遣業法は昭和63年に出来上がって、人をたらい回しにして、あとは雇用助成金とかで、経営者の人たちが税金に食らいついていた。で、人は次々入れ替えて、お金を稼いでる分もある。これはもう、いろんな仕事場とか見たらわかるから、あ、人は入れ替わってるなっていうの。まあ、ある程度の期間は働いていたなって。あ、そしたら雇用助成金かなって。で、これは、日本の、それをするんじゃなくて、例えば農業支援とかでね、もっと予算つけて、農業支援を、バックアップして、ある程度のお金稼ぎができると。まあ、こういうような形でお金を回していった方が良かったんですよ。お金を捨てたらどうなるかって言ったら円安になるだけなんです。ただし、
原油価格とかあれは事実ですから、貿易輸出入の額とかがある程度差が開いてきたら、それデフォルトはあります。日本の通貨信用できない、これ危ない、この国危ないっていうことで、だから我々は頑張ってたんですよねっていうことになるんですよ。で、人口統計がね、これそもそも間違ってたら、もうこれは世界中ゴボゴボの話になってくるんですけど、安倍政権の時に世界中 の、 あの政府の方でね、もうこれ僕は二十歳ぐらいの頃から、政府上層部の分かっている人たちは、国会議員の人たち、分かっている人たちは言ってたんですよ。その死亡届の回収とか、それを本当にしといた方がええと。それでガソリンの消費は抑えれるはずだとか。要するに、行政とかお金持っちゃうから、東京オリンピック、みんな税金使って、9600億円以上、税金使って。開きました。ホスト国である日本がお金、我々がお金出しますで、ね、誘致、え、そんな話だったんですかって、これ怒りながら言った方がいいですか。みんな腹立つでしょ。テレビ出た連中は金稼ぎしとっただけやんっていう話、スポーツ界のっていうことになっちゃうんですよ、どうしてもね。で、もともとからしてバドミントンとか卓球でそんなにお客さん来るかって言ったら、もうみんなわかるでしょ。最初から無理やんって建設費用とか見たらって、体育館とか。自分で持つ、固定資産税わかってるって。会社法人化どうなるかわかってますって。資産1億円以上あったら、ね、建物、体育館。1億円以上あったら法人税 23.1% の売上のですよ。売上ですよ。そっから人件費。それを、納税して、そこから人件費とかですよ。なんかわけのわかんないこと考えてる人いませんか。余分に建物作っちゃダメなんですよ。なのにバスケットボールが普及しただけで、また神戸市でね、神戸市中央区 の、 中央図書館の近くに大倉山っていうところあるんですよ。港川神社の裏手の方にね、まあ、その港川神社に楠木正成公が祀ってあったりするんですけども、それで僕はねプレイヤー名楠木正成公っていう名前つけてるんですけども、その大倉山の体育館補修したんですよ。だいぶ前に阪神・淡路大震災の後に。で、もうどう見てももう今日々一つ入ってないんですよね。いるわけないでしょ。なのに神戸市中央区の今度港の方にバスケットボールの1万人規模の体育館をもう作り始めてしまったんですよ。何が昔僕関係であったかって言ったら、もともと皇族の人たちは僕は二十歳ぐらいの頃にお会いしてます。いろんなことをお互いお話ししてます。その頃の、総理とか大臣とか会いに来ています。で、淡井圭介が神戸市立ホテルフルーツフラワーパークで働いていた後に兵庫県知事の井戸さんも僕と会っています。小池さんも僕と会ってます。今の東京都知事のね。石原慎太郎さんもお亡くなりになりましたけども、まあ、小池さんも石原慎太郎さんも実は神戸市出身なんですよ。だから阪神・淡路大震災を分かってる人っていうことで、まあそういうふうな形になってたんですけども、話めちゃくちゃなんですよ。人口統計はそもそもね、今日も一応戦国風部で、そのマップ内のところのね、そのマップにいる人たちが基本的にだけが見れるあのコメントのところをに現在神戸市垂水区の人口集計中と書いたんですけども、昔も一回それ、自分で前輪の地図コピーして、まあ、200枚ぐらいですね。でそれも分かってるんですよ、政府の人口統計がめちゃくちゃだっていうことで。それはだから、それがあったから、だから僕は分かってるし、だから国会議員の人たちの急に大回し、だからテレビ自体がふざけてるように見えてるでしょ、フェイクニュースとか流すから。だから国会議員の人がよく分かっている人からしたら、この国会議員の人分かってないんちゃうかって思うし、それが国会議員までふざけてるのかっていうことに一見したら思っちゃうでしょ。その政党交付金かける人口のところ6000万人ぐらいで計算してるはずだって言われても、いきなり言われても聞いていて分かんなくなるでしょ。それってやっぱり子供からその1杯250円のコーヒーぐらいのお金の税金使わせてもらって政治活動させてもらいますの
話で、子供は除外されてるんですか、ご老体の方たちもとか、そういうふうな考え方なのかなって、一瞬、いろいろ自分でも考えてしまうでしょ。子供の頃からもうそういうことで世間でも話通ってるんですよ。わかる人の間では。人口統計がめちゃくちゃ 状態で、ね、阪神タイガースは人気球団ですよ。それ理由と根拠あるんですよ。最初の頃のプロ野球が設立された頃から、阪神タイガースと読売ジャイアンツは存在してたんですよ。名前が全国的に、だからそこは、その辺は知名度とかで、それによってお客さんが入る入らないがあるから、ある程度のところで、それでファンが増えていってるからっていうんで、こんなところで、バスケットボール、しかも B2 って言ったらいいの？ B2？ なんですかね？J リーグだったら J1、J2 じゃないですか。B 何？ B29 って言いそうになって、ごめんなさい、ごめんなさい。戦争のことあんまり茶化しちゃダメなんですけども。大倉山の体育館に、大倉山体育館なんですよ。名称がね。神戸市中央区の。それ、阪神・淡路大震災の後補修して綺麗になったのに、そこで福原愛ちゃんがまだ現役で頑張ってた頃ね、その子とも子供の頃会ってますわ。で、世界卓球、一応世界選手権開いて、当然他の国の人の試合の時は一応お金払って、お金払ったかな、どうだったか、それは無料だったかな、お金払ったような気がするんですけども、見に行ったんですよ。ガラガラ、当然、日本人でんかったら、お客さん集まるわけがない。スポーツで海外からのお客さんの誘致、違う違う違う。で、来たら来たで、それまずいことになるって、みんなで飛行機乗って来るでしょ？船で来るケースもあるかと思いますよ。台湾とか、韓国とか、北朝鮮ぐらいの人たちだったら。北朝鮮のあの話も多分嘘だと思う。だって今国連加盟国196カ国で多分国連に復帰してると思う。ヨンビョン島の砲撃自体が多分韓国と北朝鮮にその別れる前の時のね、朝鮮半島の時の朝鮮人民共和国の時のあの戦争は何が起きたかの話だったと思いますよ。じゃなかったら、それ第二次世界大戦の頃ってプロペラ機だったじゃないですか。日本もアメリカも。基本的にガソリンがもったいなかったから。最終的には木造のプロペラ機一部。で、それで空飛ばしてたみたいですね。できるっちゃできるんですよ。危険ですけどね。テレビ局がどうなってるかとかの部分で、誰か本当のこと言わなかった、言ってたんですよ、一時期。テレビの放送で。だけど、テレビ局の方も人の入れ替えとかが、ある程度世代交代。僕も46歳で、阪神・淡路大震災の頃が高校2年生なんですよ。で、それから、全部物事考えていったら、阪神・淡路大震災を経験したりだとか、そういう人たちが政府上層部にもなっていた、神戸製鋼の役員、神戸製鉄所の役員さんをしてた安倍さん、安倍総理、安倍元総理のことなんですけども、安倍晋三さん。子供の頃僕多分会ってるはずなんですよね。で、神戸市立ホテルルーツラーパークで働き始めたのは1996年か7年かそれぐらいなんですよ。で、それぐらいの頃にも合ってると思うんですよ。もしかしたら1998年かもしれない。で、だから2002年の経団連の会長の米倉さんの親族が米倉涼子さんの可能性が高いのと、だから、阪神・淡路大震災が発生したときに、我々兵庫県民はどうなったかっていうと、特に神戸市の近隣のところと神戸市。もう経済ズタズタになったんですよ。みんなお金ないでしょ？仮設住宅暮らしとかで方々地理にはなるし、人自体がね、ただでさえ少ないのに、少ないというか人口統計がむちゃくちゃだったのに、さらにいろんなところに散らかるでしょ？で、家、正社員雇用にありつけて購入しましたけども、例えば3000万円を超える価格の、家に手を出して結局、売らなきゃならなくなったとか。もう僕の家の向かいのそこの藤原台のところの列とかも、下がね、駐車場付きの家で、上がね、
シャッター付きの駐車場で、その上に1階、2階があるような形で、まあ、ほとんど3階建てみたいな形ですね。だから、ああいうふうな作り方したら、その部屋数とかはね、普通の一軒家と同じだったとしても、やっぱり3000万円を超えてくると。で、それを返済するのってかなり難しいんですよ。正社員雇用手に入れたからといって、解雇されるかどうかは、それは別話だから、終身雇用制度とかありますよ。勤務5年ぐらい、行ったら、終身雇用制度に切り替えとかありますけども、会社が倒産したら終身雇用だろうなんだろうって、その、もう意味なくなるんですよ。だから、経団連のその2002年の米倉さんは、神戸市長田区、まあ激震地の、まあ地域ですね。基本的に神戸市の中央区か兵庫区が発生地点ですね。中心地だと考えてください。兵庫区と中央区の間ぐらいかもしれない。建物の倒壊の仕方とかを見ると、銀行の三井銀行が、その頃はまだ三井なんですよ。その後に三井住友になったんですけど、僕はエロ業界三井系列が開いてるのを見つけて、連れて行かれて、本当に金貸しさせられて、国会議員の人たち昔から知り合い情報上がる、もうお前ら合併戦会、一回ちょっと差し押さえるの話で、どこまでしたのかわからないですけども、三井住友にチェンジ。昔から企業合併。それで消費税アップを抑え込んでいたっていう話と、もともと悪いことをしてた奴らが悪いの話なんですよ。そいつら稼がんかったらええの話なんで。で、ちょっとね、その、この間書いた内容に関して革命のね、その、ブラネコさんが、まあ一応大名と位置づけにさせられたのか、せざるを得なくなったのか、多分まあゲーム業界の人だとは思うんですけども、そこでまずこれもゲーム業界の人だけじゃなくて人口統計の話に関してはもう世界中同じ状況なんで、実際表記されてる人口よりもどこの国も絶対に少ないと思ってください。かなりの数。日本はもう多分半分以下です。まず間違いなく。どう見ても。だってちょっと前に、神戸市、垂水区の人口22万人で、最近のインターネットで数年前が22万人ですよ。で、今20万人なんですよ。世界中で死亡届を回収してきて、だいぶチェックが終わって、だから海外移民した時に日本の国籍残ったまま、海外の国籍残ったまま、二重国籍、まあ、人によっては、例えば、まあ、会長ロプロスの話あるじゃないですか。バビル2世、あの人も、横山照光さん、三国志書いた人も横山照光さんで、バビル2世も横山照光さんなんですけども、びっくりしました、出身地、神戸市。いや、だから会長ロプロスって、大きなね、フィナンシャルグループとか、そういったところ会長さんがいらっしゃるでしょ。各部門分けにして、各会社に社長がいてと。目が行き届かなくなるから。かといって、いろんな会社の情報も集積して、その情報を理解できる人間もいなきゃならないから、大きな会社の社長さんの集まりが会長さんなんですよ。だから会長ロプロス空も飛べて、どうしても飛び回らなきゃなんないから、海外進出とかあるから、だからまあ、バビル2世の一番最初のアニメのオープニング、もう YouTube でバビル2世、オープニング曲って入力してもらったら出てくると思うんですけども、ロプロス名放送。ごめんなさいね、ちょっと話逸れてしまって。で、だからそれね、なぜそうなのかって、だから三重国籍とかにした方が、その、行き来がしやすいっていう部分とかもあったはずなんですよ。僕は行ったことないからその辺よくわかんないんですけども、行ったことあるというか、その海外の国籍取得するところまで進めなかったら、本当に往来が行きやすいのか行きにくいのか、今の時代、まあ昔のことを話されてるのか、今のことを話されてるのか、僕もわかんないから、実際自分で経験しないと。で、だから、実質世界に一人しかいないのに、三重国籍になると、世界中での人口統計は3人になっちゃうんですよ。例えば、アメリカ、中国、日本で、国籍取得しています。で、日本を中心にして、動き回ってます。まあ、アメリカでも人口1、中国でも人口1、日本でも人口1なんですよ。で、その人がお亡くなりになったら世界の人口は3減るんですよ。ちゃんと死亡届が来ればね、日本で亡くなった時に、もうアメリカ人じゃ亡くなりました、中国人でも亡くなりました、その人は死んでいます。これが
日本からの死亡届ですっていうことで渡してあげなかったらわからない。で、第二次世界大戦の頃はプロペラ機、日本人でもほとんどの人はパソコンを扱えなかった。ワープロ、ワープロを打てたらすごい方。じゃあ発展途上国の周りの国、移住したブラジルとかチリだとかインドネシア、フィリピン、まあ台湾や韓国は、いや中国はある程度文明発展してたんでしょうけども、まあけどそれでもその頃もうみんなパソコンなんか無理でしょう。まあ、当然そこでお亡くなりになった人たち、例えば、だから今で日本人で100歳以上とか、90歳以上の人は、100歳以上の人は当時第二次世界大戦の頃30歳ぐらいで、90歳以上の人で、当時20歳ぐらい。これは世界中どこの国でも、第一次世界大戦と第二次世界大戦は巻き込まれてる方で、その移民政策とか食料不足でね、日本もそういうようなことを行っていたのであって、世界中人口統計めちゃくちゃなんですよ。それプラス商業原理でね、世界中にいろんなとこ進出するでしょ。それはそれで二重国籍とかになっちゃうでしょ、どうしても。だからこれ実際の人口、世界的にこれ全然違いますよ、この話になるんですよ。でこれいろんなメーカーさんとかもそれ分かって進出しなかったら、全然人口これ違うわっていうことになるんですよ。で、だから僕もそういう嘘にどうやら付き合わされたみたいで、最初我が天下の方、世界中でダウンロード、1000万ダウンロードとか表記されてたでしょ。あれどうやら嘘だったみたいです。まだ400万ダウンロード到達してないです。世界中での販売統計で。そりゃそうだろうなって思いましたよ。あれ、だって、光栄さんのね、光栄、今の名前は光栄テクモさん。まあ、テクモと合併したんですけども、光栄さんが。光栄さんがもともと三国志シリーズを作ってたんですよ。信長シリーズ、織田信長のシリーズ、信長の野望のシリーズ。で、三国志のシリーズ、累計で10ぐらいまでかな、それぐらいかな、それぐらいのところまで全てを合算して、アジア全域で販売して、100万本突破とかなんですよ。あ、やっぱりそういうことかの方なんですよね。だから戦国風部なんかはまだ4万ダウンロードがまだで英語圏の人たちとかいるけども、これそんなところまで進出したんですか、面倒見切れます、人件費とかって、これいろんな国の言語、とりあえず中国の方とか分かるんですけども、台湾の方ですか、中国の方ですか一回教えてもらったけどもう分からない。あの生態中国語とかなんとか中国語 2種類あるの、どちらかが台湾でどちらかが中国だと思うんですけども、僕も分からなくなったお手上げお手上げいやだからね、一応これは別校さんの方にも、これでね、状況をご理解していただけたとは思うんですけども、別校さんへのメッセージでもありますから、あと、まあ、プレイヤーの皆さんへの、メッセージではあるんですけども、僕もね、売り上げのところが本社は中国のはずなんですよ。中国のメーカーさんに頼んだはずだから、まあアイディアは僕ですよ。だから取り分 2.5 なのか、そこでのその別に役員になってるわけでもないし、どこからどこまでその 2.5% の権利のうちじゃあ何パーセントなのかっていう話にもなるかもしれないから、よくわかんないんですよ、僕もその辺のところ。どれぐらい経費かかっていて、本当に売上の 2.5% なんか払ったらうち潰れますの方かもしれないから、本当のところだから、それまで僕は提案するまでね、その映像とかだいぶこだわってたんですよ。やっぱり綺麗な映像じゃないと無理だしって、お客様に買ってもらうにはね、食いついてもらうには。だから、それまで、陳なんとかっていう、お名前の、中国語で読むと、もう全然違う言葉になると思うんですけども、メーカーが作ってたゲーム、我が天下ができた頃に、そこのゲーム会社のものも一回ダウンロードしてみたんですよ。で、やっぱり、画質が、全然違うと。まあ、昔の、スーパーファミコンかプレイステーション1ぐらいの、まあだから、まあインターネットゲームだから、その頃あんまり容量、大量のものも送れないから、だから第3世代の
3G のスマートフォンとかでも遊べるようなゲームという形で、だから映像が綺麗で、多くのユーザーが来たでデータ保管しなきゃなんないでしょ。それスーパーコンピューター並みの大きな容量のもの、読み込みの早いものを買ったにせよ、レンタルにせよ、やっぱりお金かかると。でその絵が綺麗とかもその辺のところもやっぱり AI にその画像を今の時代は多分作ってもらってると思うんですよ。ある程度情報を渡して、であとは人間がチョイスして、これでこの武将の絵はこれにしようだと思うんですよね。作り方が、べっこうさんの、もうべっこうという言い方で言わせてください。もう向こうもそれでいいって言ってるからもうチンチンなんとかもう分からへんってなるから、だから経費がいくらかかってるか分かんないから、僕もだからこんだけ長年時間かけてまだ4万ダウンロードたどり着いていってない戦国武将、僕も最初ねものすごくこれ儲かってるんちゃうかって思ったんですよ。最初の方のベスト10のね、最初1年目の戦国武将のランカーの人たちは年間400万円使ったとか、なんかそんな話聞いて、けどやっぱりそうだろうなって思うんですよ。ゲームしていきなりもうそんなところまで行っちゃったんですかって。そこそこ僕もお金使ったけども、へえ、全然そんな無理って、多分本当に使ってるんじゃないかなって。だからそれは一部の人の人数で、まあお金使った人のね、1位から1000人までで、今でもまだ継続してるプレイヤーの人たちの累積通算あの支払い額で見て、で、まあ何年、もう今5年ぐらい経過しましたっけ、戦国富豪は世に出て。大体それぐらいですよね。4年か5年かそれぐらいですよね。じゃあ、従業員の方たち、土地代、建物代、固定資産税、これ 23.1% の方やで絶対になるから。いや、だってそれコンピューターレンタルにしても、どちらにしても、長い目で見たら買った方がいいし、買ったら買ったで早く倒産したら、それレンタルの方が良かったの話になるし、もう昔から企業合併だから、日本のゲーム業界も。だからそもそもで言うと、さっきの人口統計の話に戻るんですけども、人口思いっきりもう半分くらいで物事か、それ以下で物事見てなかったら大こけするから。昔どうでしたっけ、我が天下の方で、あ、けどオーストラリアは英語圏ですかね。けど、あちらの国はもともと人口表記が2000万人台だから、正直我々からしたら2000万人の人口のところでそれ商売広げて大丈夫なんかなって思うでしょ。実際、だって中国、日本とかアメリカでも多分、どうかな、我が天下どうなんだろう、英語圏の人たちはいらっしゃいますけど、あとサウジアラビアとかの言語の人たち、最近プレイヤーで見ました、サウジアラビア語の人たちか、タイ、昔いたでしょ。もっと我が天下の方で5年以上前からプレイされてる方に向けて今言ってるんですけども、いたでしょ、あんな文字どうやってボールペンで書くんだろうって思うような文字。でももう見かけなくなりませんでしたっけ、もうみんな会話交わさなくなったからですかね。タイの方はまだいらっしゃると思うんですよ。あの稲穂のマークをつけてる国が確かタイの方たちでしょう。まあ正直だよ、いやだからテレビに向かって喋る方法で、まあ弁護士さんらしき人と、まあ会話交わしてたんですけども、その向こうもその後からね、僕はその戦国富豪出すべきじゃなかった、我が天下止まりにしておけばよかったって言ってたんですよ。そしたらやっぱり向こうもそう言ってたらしくてこれすぐ終わるかもしれない。いやだからこれある程度のとこ言って
と言ってあげなかったら、あの全ての5系とかの人たちと、あのプレイヤーの方たちね、もう正直5系つながりじゃなかったら、もうみんな会話交わさないでしょ。だから、もうある程度のところでね、その、言っといてあげなかったら、その、ギリギリまで俺たちはお金を使わされたみたいな形になるじゃないですか。で、それはそのべっこさんとしても今後の商売に影響が出てくる話でしょうし、だから早急に早く対応しておかなきゃならないのと、あと救済策としてね、何ができるか、その海外進出もやっぱり人口少ないとこ、これ絶対無理だし、経済的にも。だから、いや中国の方が1年ぐらい、日本ね、2017年の1月か2月ぐらいでしたっけ、我が天下スタートしたのが。中国の方が1年早いから、2016年の1月か、もしかしたらその時期ずれでね、2015年の冬場とかスタートしたのが。それぐらいでしょ。大本命僕は提案しましたから、まあ、急ピッチで作って、で、中国で販売しながら、淡井さんの言われた、あんまり最初人数僕らも、あ、雇用するの怖いから、の方だったと思うんですよ。で、だから最初の方で、覚醒フルとか、ああいうふうなこと言ってたから、その、最初は5つ星止まりだったんですよ。で、そこから、計略とか、7つ星、北斗の拳の話がちょっと入ってるとか。別にまあ北斗の拳じゃなくてもいいんですけども、北極星とか、いや、そこも、いやけどさすがにそのゲームの中で検証を出すのはそれはなしっていう、ただその前後の時代の武将とか、だからまあその辺で今氷見行こうとかそういうことは言ってたんですけども、まあもうみんな忘れてしまってると思いますけども、国開いた時のね、イニシエの武将の、もうつかないからもうみんな忘れてるでしょ。その辺の話とかも最初の方に言ってたし、銀領とか元宝とかの概念とかね。で、武将の色とか、緑色、青、で、紫とか、で、なぜ金じゃなくて大々って僕は言ってるかっていうと、金メダルの話とかがあるから、もう大々にしとこうっていうことで、大々。なんか金色に近いでしょ、その辺のところで。で、デフォルトって書いてるのも、全部ショーにぶっ込み入れてる人。絶対現れへんか、あのゲームって。現れたとしたら、その人多く使ってるんちゃうかって話になるから、もうここ最近、無料でブコンとか手に入るイベント、ああいうのは最近で、昔はもうブコン手に入れるのめちゃくちゃ大変だったから、本当に。武将手に入れるだけでも最初の頃は大変で、で、まあ、べっこうさんには、これもう、本当にこれ、もう武将増やすにやめてくださいって、もう特殊武将で、二人目の曹操出てきましたよって、僕びっくりして、中国の方が先行してるデータで、あれ結局専用武器の覚醒を使ってるのが少々でも、向こうの方が先に先行していて、それ強かったんでしょう、少々の人。じゃないですか、わからないですけども、その陣とかで、少々で扱える陣で一番強い陣、2種類、軽力型と、物理型、それを最大に上げていたりだとか、あと千万をたくさん持っていたら、それだけ、攻撃力とか防御力とか、軽略とか、軽略防御とかのプラスもついてくると、基礎ステータス。あと会員イベントとかも出てきて、あと5行でしょ。もう僕も何基準なのかもうよくわかんなくなって、あんまりにもこれ、基礎ステータスの違いが出てるのは何だろうと思って、もうわけわかんないですよ。最初はその中国の方のサーバーの方がイベントが先行していたから、それから乗り込んでこれるようにもなったから、これどうでしたっけ。でも僕もわけわかんなくなってるんですよ。ややこしいこといっぱいしすぎてるから、本当に。で、これ本当に武将の数増やすのもやめなかったら、あと他の、御用とかああいうふうな宝物とか、もうプレイヤー追いつかないから、もうみんななんでこんなにお金払わされたんだろうになっちゃうから、もうそれやめといて、あとは CM とかで新規プレイヤーの開拓の方に、予算を振り分けるっていう形にしといても、武将の数が最初からあんなに多すぎたら、プレイヤーの、新規プレイヤーの方が萎えるから、本当に。
もうその辺のとこでやめといて、もう戦国夫婦ももうそろそろこれもう無理だっていう段階が見えてきたら、もう早めにあと1年後になったらもう戦国夫婦終了しますっていうことを告知しておいて、まあ大会として今まで、サブクリプション見てもらったらその人はいくら戦国夫婦で使用者かがわかるから、まあそれでもし分からなかったら、戦国夫婦にいくらお金使ったのかって一人一人の調査、それすごく大変だから人間がしようとしたら、一応なダウンロードマン計算何月にいくら使ったとか何年分もそれ何万人もで、それ、お支払いを返すとかじゃないですよ。それ、わが天下にデータを変換して、原稿としてね、変換したりだとか、コインとして変換したりだとか、支払った金額に応じてだとか、まあ、そういうふうな救済策を提案してあげるべきじゃないですか。もう、それも、もうええわっていう人は、別に申請してもらわなくても結構ですが、みたいな形で。でも、もう、これもね、一般の方たちに、もうこういう状況なんでね、もう、人間がしちゃう。でも、この方だったら、もう、多分なかなか追いつかないから、申し入れしてきたお客様から順番に、対応いたします、ちょっと時間かかるときは時間かかります、でもうこれで許してもらえませんか、もうお金提案しても、本当は阪神淡路大震災の被災者助けるの話でお金支払ってもらえる話だったはずなのに、そう聞いてたんですよ。それで僕はずっと温めてた案でね、まあ光栄テクモさんにこの案提供するよりも、やっぱり人口多いその中国のメーカーとしっかり人脈作って、みんなでね、ウィンウィンの関係作っていかなかったらこれダメだなっていうところがあったから、中国のねメーカーさんに託したんですよ。我が天下と我が天下戦国夫婦というゲームを。まあそれによって向こうもゲームの作り方、日本に追いついてくるでしょうし、まあそこで正直ね、そのまあ、僕はゲーム会社側でもあるかもしれませんけども、これはお金入ってきたら、それは言う、もう絶対ゲーム、ある程度のところでゲーム会社側とか、こういうことは言えるんでしょうけども、まあ、例えばスポーツ業界からのお金が支払いがあればね、なかったら、ただただひたすら阪神・淡路大震災に被災者が騙されていたっていう話になるだけで、もうこれ、本当はもう、めちゃめちゃ怒ってるときは怒ってるから。でこれ世界中の第三者の人たちが聞いたら、それあの人だって怒るわっていうことになるから、でその辺のところで、ね、そのブラネコさんにもご理解とか、革命とか他の5系の人たちとかにもご理解していただきたいんですけども、その本当の人口統計の話とか理解してもらわなかったら、結局みんな後で破産法益の話になるから、会社倒産して、で何のために頑張ってたんだろうの話になるから、一軒家とか押収されて、だから計算違いでしたになっちゃうから、だからその辺の話をねし始めた時に、テレビ局の本当の話とかね、だから それで語形としての会話では不適切だ、じゃあそれは通用しないんですよ。本当に多分裁判になった時も通用しないんですよ。それはゲームメーカーの人たちの身勝手な考え方であって、それは無理だから、普通に考えた方が早い。でエネルギーの残存量問題とか言ってくれた人いました？ワードチャットとか我が天下の方で言うと、向こうの方が人口多いですけども、言ってくれる人いないでしょ。で自分で公職印象を持ってる人が、まあ、公務員なんですけども、そういう人とかに聞いても、僕は聞いたじゃなくて、僕が喋り始めても言われてびっくりするんですよ無理ですって、人口統計からエネルギーの残存量問題を公務員の人ですら知らないですもん。で、神戸市北区の神戸電鉄の岡場駅っていうところがあるんですけども、神戸市はまだ人口多い方なんですよ。その一般だって表記されてる人口は、神戸市という範囲だけ、兵庫県じゃないんですよ。神戸市という単位だけで24の県よりも人口多いんですよ。で、どこの、まあ、神戸市もその表記されている人口よりも多分半分以下だと思うんですけども、他の都道府県も全部同じですよ、状況。まず間違いなく。ほとんどのところが。多分半分以下。だから、
そういうテレビ局のからくりとかね、で、なぜ阪神、淡井圭介のその試合とかね、たくさんテレビに出れるんだっていうところで、例えばラルク・アンシエルの ひろゆきっていうものは、大倉ひろゆきっていうもので、小学校一緒だったんですよ。神戸市兵庫区東山町にあった東山小学校、現在の名称、夢の小学校。東山町にあるのに夢の小学校になったのって、すぐ隣が夢の町だったんですけども、もうそんなくだらない、もう地域の名前で今度こっちのファンとか誰が言い始めたの、東山町にあるんだから東山小学校のままでいいでしょって、もう建物一回解体してるんですよ、阪神淡路大震災があったから。夢の小学校に変えちゃった、もうまたややこしい話になる。港川はいつの間にか新港川に名称変わってるし、検索ワードみんな分かんなくなるから、こっちも分かってなかったから、最近思い出したの、港川は新港川に変わってたの。地元の人だって分かんないんだからね。え、みんなでちゃんとした本当の話も現実的な話もゲーム中言わないと、何にも世の中のこと分かんない人たちだらけになっちゃいますよ、本当に。で、それで、だから僕もよく分かんなかったんですよ。永田工業高等学校の4年生の時の同級生かな、松下っていうもので、だからあんまり、その自分で、こうね、いろいろ想像の枠を広げていくと、松下幸之助さんのところの、もともとナショナル、その後パナソニックという名称の家電メーカーの、松下幸之助さんのところの子孫の方かなになるんですよ。松下っていう名前だけでね、そう、あんまり声だから。こっからみんなのお待ちかねの話、いつの間にか、朝倉海っていうのか、海っていう名前なのかよくわかんないですけども、そういう名称でなんか、格闘技会行くわとか、なんか、そんなこと本人も学生の頃言ってたかなとか、やっと思い出したところで、ちゃんと言ってくれてるんですけども、本人も言ってもいいよって言ってくれたんですよ。それこそ、違う名前で、社会に出て、長い間テレビに出ていると、本名を言ってもみんなわかんなくなるって。その話した時に本人も、やっぱり言ってくれた方がいいわって、そのリングの上で、ああ、待って、そういうふうに言ってた時もあるんですよ。本名は本当はこうだからとか、詐欺罪になるかもしれんとか、それによって支払い額は小さくなる話とか。本人は言っていいで、通ってるんですよ。で、本人もちゃんと、俺は髪の毛染めへんからって言ってたんですよ。海洋基本違反になるからって。少しでも弱点たくさん持っていたら、それだけ世界でも通用しないんですよ。神がかり的な力と法律が合併してるから。だから彼は日本人選手として総合格闘技で世界ランキングは一時期一番高かったんですよ。後から思い出した、電車の中でね、目の前に座ってたのが K1 のチャンピオンで、髪の毛染めてる人間で、片や立ったままのね、松下、朝倉海っていう名前で、で、この二人でこっち側、こっち側とか言ってるんだけど、それがね、ここ数年前にあって、その K1 で髪の毛染めた側の選手のものは、まあ、そのものはもう結婚してたみたいですけども、まあ年齢は数年前で30歳ぐらいのもので、あれ、そういえば彼もフルーツラパークに働きに来たかな、客として来たかな、あれって思って。じゃあ、もともとそういう、同じ、先頭車両に乗った時に乗っていたっていうのは多分十何年前にあって、それで人口の話とかあって、もうライジでまとめとこう、これ視聴率とかの話とかもあるからって、経団連も知ってるからっていうことで、スポンサー料金あまり出せないような話とか、それで結局いろんな話があって、その有料番組に一定の話があって、で今現在そうなってる。で、どう有料番組にして、と、あと、やっぱりもうこんな状況やし、やっぱり世界中飛び回られても困るから、活躍したら活躍したで、ね、で、あとね、これ大谷翔平が活躍した時ってどうなるのの話、皆さん考えたことあります？権利もの、著作権法の方、画像とか音声には本人に権利がつくっていう話で、権利者は基本的に 2.5% の話でしょ。で、アメリカ行った時に球団の支配下登録って言われるでしょ。え、って。
日本のいろんな報道番組で片っ端から翔平のことを、まあまあ僕は翔平にね、あの二刀流を進めていた方で、もうスポーツの勝ち負けを僕はしてるってもうみんな知ってるでしょ。で、あのこれどうしようってアメリカ行って活躍すれば活躍するほど日本のテレビで放送されるでしょ。球団の支配下登録選手でしょ。え、日本の報道機関が向こうの球団に翔平の映像を使わせてくださいでお金払ってる方なんですかって、ええここからどうなんですかって、で僕も翔平に言ってるんですよ。契約書なんていうものは自分から公開するものだよって。で、翔平も自分で言ってるんですよ。自分で公開するものだって。球団がそれ隠したら隠蔽だから無理よ。行くよ。アメリカの警察官の人たちが。行かなかったから、インターポールからの指令が下る。それで一回、プロ野球ニュースの頃かな、その時にも一回書類がちゃんと出てきたことあったんですよ、プロ野球業界と、日本の。で、その後、ここ数年前のスポルとかスパークかな、どちらか、まあ、スパークっていう名前を僕の方で、提案して、名称スパークに変わったんですけども、ちゃんと書類出てきたことあったんだけども、僕もどの番組でいつその書類が出てくるとか連絡何もないから、録画してなかったからもう分かんなくなって、もう一回もういろんな番組で一斉放送しましょう。本当の契約書どうなってるのか、お金の周り。それ見てみんなでどうするべきかっていうことをちゃんと考えましょう。あとエネルギーの残存量問題込みで。それしなかったら無理だから、やっぱり一郎さんの背番号51番、51本。他の動画もくっつけた時に、中鴨さんのっていう、ああいう動画。あちらは動画くっつけてるから、喋ってる時の間は51分何十秒だったんですよ。これは、題名通りのね、プレイヤーや会社の人たち、ご家の人たちとか、我が天下の、何って言ってたっけね。君主というか、内閣とか、そういうふうな人たち、いや、一般のプレイヤーの人たち、所属されてる人たちも含めてね、こういったことを自由に話せる社会、言論の自由ぐらい法律であるから、それ守りましょうということです。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。